韓国の株式市場が暴落、ウォンも下げ止まらず、コスダックでサーキットブレーカーが発動。韓国の連合ニュースによりますと、韓国の新興企業向けの株式市場であるコスダックにて、本日指数が6%以上急落したため、サーキットブレーカーの一種であるサイドカーが発動され、取引が一時的に停止されました。 こちらチャートパークによりますと本日は米中の貿易問題が原因で世界的に株安となっているんですが韓国や香港、シンガポール、インドネシアなど中国と結びつきが強い国々で大きな影響が出てしまっておりますまた現在韓国の通貨ウォンの価値もこのように 下がり続けております。こちら本日に入ってから一気に価値が下がってしまっておりますが、現在日本の円は主要な通貨に対して円高になってしまっており、こういった他国の通貨を売って日本の円を買うという動きが今後も強まるんじゃないかと思われます。こういった厳しい 経済情勢の中で、韓国の大統領は北朝鮮と共闘して日本に対抗していくと、経済においても宣言してしまっておりますが、本日韓国政府が行うべきは、そのような夢物語のような発言ではなくて、今目の前で発生している危機にどのように対処していくのか、 具体策を公表することではなかったんでしょうか。この韓国政府、こういった経済面においても明らかに無策であり、今後も韓国経済が悪化し続けてしまうんじゃないかと思われますので、日本企業の皆様、韓国と取引をする場合は、 ホワイト国除外などの影響もございますので、慎重に取引を行っていただき、韓国側に対して前払いを求めるなど、万が一の事態に備え、日本企業が損をしない体制で取引を行っていただくようにお願いいたします。以上になりりまます。ごご聴いいたた。だきありがとうございました